こんにちは、大場製薬学院のファーマンです。今日は AK1 級1次試験の英作文と AK1 級2次試験のスピーチのフォーマットについて話をしたいと思います。このフォーマットっていうのは何かって言ったら書き方とか話し方ですよね。だからまず最初にイントロが来て、次にボディが来て、で次にコンクルージョンが来る。で、このフォーマットを守れているつもりになっている人が結構多いんですね。で、このフォーマットを守れているつもりになっている人の問題点っていうのは、質問に答えられていないってことなんですね。だからこれは英検1級1次試験の英作文でも、英検1級2次試験のスピーチの問題でも起こることなんですけれど、例えば女性差別をなくすことはできますかっていう問題があったとしますよね。でもしなくせるんだったらこういうことが言いますよね。女性差別の問題はなくせると思います。なぜなら日本の社会は変わりつつあるからです。例えばこれこれこういう会社がこういう取り組みをしています。これは女性差別をなくすことができるっていうことの根拠にちゃんとなってますよね。だけど根拠をちゃんと言わない人がいるんですね。例えばこういう意見、女性差別はなくせることができると思います。なぜなら閣僚の半分は女性にするべきだからです。これって根拠じゃなくて提案じゃないですか。だからこの意見でいくらフォーマットを守っていても意味がないんですよね。それは根拠じゃなくて提案になってるんですね。で、今日本語でこうやって話しているから、まあ明らかにおかしいってのはわかると思うんですけど、英語で話すことになった途端に、このおかしさに無自覚になる人が結構多いんですよね。で、問題の解決方法っていうのは、特に二次試験のインタラクションになれば、面接官の人が聞いてくれるんで、そこをスピーチで解決策については別に触れなくても僕は大丈夫だと思います。で、問題はなんで根拠じゃなくって提案を言ってしまうのか。それはまあ問題の意味を理解していないっていうのが理由としてもあると思うんですけど、もう一つの原因っていうのは接続詞の so を使いすぎているからだと思うんですね。 so を使いすぎているとおのずと結論が後に後に来てしまうんですね。結局だから何々、だから何々、だから何々っていう話の流れになって、別に解決策とか提案とかを言うつもりはなかったけど、結局時間を埋めるために言ってしまうっていうパターンが結構あると思うんですよね。だから別の動画でも言ってるんですけれど、 because をもっと使う癖をつけてほしいんですね。で、ちょっときついことを言いますけど、問題を正確に把握していない人から提案とか問題の解決方法とか別に誰も聞きたくないじゃないですか。だからやっぱりスピーチっていうのはちゃんと自分の意見の根拠を言うことに集中した方がいいと思うんですよね。だから大事なのは結論から話をして、その根拠をちゃんと明確に説明するってことなんですよね。で、またよくあるのがボディで自分の意見の理由とか根拠を言わないといけないんですけれど、よくないパターンなのがいきなり具体例から話を始める。いきなり具体例から話をすると結局結論が後に来ますよね。だからそうなった時にイントロがしっかりしていない場合はスピーチを最後まで聞くまで結論が分からなくなるんで、それってとてもリスクが高い話し方だと思うんですよね。結局聞いてる側からすると、例えば賛成なのか反対なのか、スピーチを最後の最後まで聞かないと意見がよく分からなくなるんで、具体例から話をするっていうのはなるべくやめて、やっぱり結論から話をして、でまたイントロでしっかり自分の立場っていうのを明確にしておかないといけないと思います。じゃあどうやったらこれを直せるのか、別の動画でも説明しましたけど、 so とか therefore を使う回数を減らして、 because とか for example、 この2つを使う回数を上げる。そうすれば結論から話をする癖がつくと思います。で、また英検1級1次試験の英作文の練習をするときも、英検1級2次試験のスピーチの練習をするときも、ある程度みんな原稿何回も書いて練習すると思うんですけど、その時に手書きでしない方がいいですね。手書きでしてしまうと書き直せなくなるんですね。っていうのが、せっかくある程度書いたやつを自分で書き直そうとした時に手書きだったらやっぱりちょっと億劫になると思うんですね。だけどパソコンでタイピングをすればいくらでも編集ができるじゃないですか。だから仮に結論が最後に来てもパソコンだったらすぐに書き直せますよね。
なんかコピー&ペーストとか編集がしやすいですよね。だけど手書きの場合はやっぱりそれが面倒くさくなってしまうからやめてしまうと思うんですよね。だから英作文とかスピーチの練習をするときはパソコンで書いて練習するのが一番だと思います。ということで今日の話をまとめると、英作文とかスピーチのフォーマットを守れているつもりでも、それは表面的にしか守ってない人が多いと思うんですよね。自分の意見の根拠を言わないといけないのに提案ばかり述べている人が結構多いんですよね。なぜそういうことが起こるのか、それはそうとか therefore っていう言葉を使いすぎているからです。だからそうじゃなくて because とか for example をもっと使って結論から書き始める、結論から話を始めるっていうのに切り替えていくことが合格への近道だと思います。それではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございました。